いらっしゃい。おはよう。こんばんは。たぬきさん、おはようございます。いらっしゃい、いらっしゃい。Good morning, good evening. Hello, hello. How's it going? Alright. はい。はい。準備してます。多分。はい、早速始めましょうね。Alright, let's just begin without any further ado. Alright, real quick. トーツかな？トーツ。すいません。むつ。いや、いつつ。あ、いつか。むつなんで？じゃなくて。いつつ。いつか、いつつ。語は、いつも、なんか語は、いつで、呼んで、なられます。のことは、まだ、慣れていません。ということで、今日は2022年4月11日、今は20時5分、それと午後8時5分。今日は日本語の勉強120日目や、何でしたっけ？ 180 かでしたっけ？ 180 か目かな？ 120 日目かな？まあ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 、はい、ということで今日の漢字の復習を始めましょう。ちょっと。120日。ああ、120日。なるほどね。ありがとう。教えてくれて。Okay, so grind, polish, yeah. Well, it's not quite grind was another word, but I have the mental image for that. Is come. Habiru. Hairu. あ、改めて。スリッパー。嵐。あ、金。Like something really big to fit in, contain that.Contain. Okay. Not aggressive. What is it? It's not violent. It's not aggressive. Is it? Something along those lines. Intimidate. I was thinking of like.Some sort of aggression and some sort of being scared. Those two concepts I had clear, which overall just goes back to intimidate. I just didn't put it quite together. Like the mental image is there. I'll mark it as okay, but.
山捨てる あ、はい、それそれ。Contain, float, floating, valley, boom, part, yeah, article.Hanging scroll. Ah, my. 快速の速ね。今それで覚えています。It's just burglar, right? Kind of, yeah. A hole, yeah. Slope. Curtain. Overgrown, yeah.This was gun, was it not? Yeah. Urayamashi. Yeah. Oh. もう一度。あるし、コム、スロープ、ラス、で、スモールペニスラティング、アビル、コンテイン。Bali, Abiru, もうここにかな。
ましい。Vale. どこでもいいかな。適当に。ダルさんの読みはダルさんで合ってます。はい、ダルス。いや、ダルスじゃなくて。いやー、ダルス、ダルス。どっちでもいいかな。なんか。ダルスかな。はい、ダルス。どっちでもいいかな。なんか英語でもちょっと微妙かな。なんかなんだっけ、じゃなくて微妙そうそうそう、なんか なんていうかデダルスというか、知ってますか？なんかグリース、なんか言う、あーこれかな、あまり知りません。日本人が発生しない、ん？発生？発音がありますからね。発声、なるほどはそれなるほどね。そうそうそう、まあスペイン語でもね、なんか日本の母音はあいうえおだけだから、はい、スペイン語でもね、そういうこと。まあ順番はねちょっと違います。子供の頃はあえいおう順番でした。だから ですので、日本語を勉強 しようとして時にちょっとちょっと変でした変というか、まず慣れてなかった。まあ結局慣れてましたけどなんかひらがなを書いた時にね、ちょっと間違えましたね。こういうことをしてまあでもね、なんか私の英語の発音というか滑舌というか、なんかすごくちょっと前から気にしてたね。本当にちゃんとなんか言ってますかな。まあ結局うまくなりました。 なんとなくね、いっぱい聞いていっぱい話していて、なんか友達を助けてくれて、それもなんかこれ今の言ったちょっと違うなと言われましたね。だから今はまあ英語のことをまあまあ分かってますというか、なんとなく確認、いや確認でしたっけ、直感でしたっけまたがちょっとありますけど、なんか最初はね同じことをすごく考えていましたね。なんかこれはねえ、ね、そういうことをダルス、ダルス、なんでっけ、ドルス、ジドルね、直感かなそうそうそう、ありがとうこの間こういう話しましたのに、
ダメだね。私。はい。ちなみに、さっきの話けど、ギリシャ神話、の、デーダリスかな？知ってますか？私の名前は、この人から作りましたというか、決めましたというか、ね。最初はね、インターネットの名前は、デダロスでしたけど、結局、ただ、ダリスになりました。ですので、日本語で、こういう言葉があれば、最後のことを、見てれば、そういう発音でいいかな？ダルス、に？それなら、ダルスかな？ ダルス。どっちでもいいかな？ まあね、はい、そう。それならダルスかな。ダルさん、まあね、大工職人か。はい。おはようございます、中野人さん。いらっしゃい、いらっしゃい。日本読みはまた独特ですからね。まあ、でも考えたら、スペイン語でもそういうことになりました。で、だ、ろ。まあ、ろ、ね、ろ、だろ、ね。だから、確かにと思いましたね、今。今ね、ちょっと中野人さん、僕の名前の読み方、言い方かな、を話していましたね。ギリシャ なんだっけ、神話、ギリシャ神話から、ダイダロスから、そういうダルスというかね、英語のダイダロスは、こういう読み方ので、ダルスだけで、まあダルスだけで、になりましたね、結局。だから、多分、言い方は、ダルス。まあ、今まで私は、ダルスや、ダラス、と、思いましたね。日本人に、なんで読んで、何が読んでいいかな？ダルス、と答えられましたけど、多分、ダルスかな？これから。かっこいいね。まあね、子供の頃から、ギリシャ神話とか、ちょっと憧れましたね。彼もね。ミノタウルスのラビリンスでしたっけ？とか、イカリスの翼かな？そういう話好きです。日本に置き換えるとのろうの翼、そう、ダイダルスは作ったけど、イカルスは太陽をすごく近くしたかな、近づいた、
そういう話。はいはいはい。でも、お父さんは、ダイダルスでした。ね、日本に置き換えると、アマテレスから取って照らすみたいなもんか。照らすみ、照らすかな、アマテラスかな。あから、ああ、なるほどね。あ、太陽に着地すぎて、で作った翼が溶けてしまい、地上に落ちる、落ちた。なんかそういう話ね。なんか数学ことを作ったので、そういう名前決めたね。なんか子供、まあこういう名前決めた時に、なんかゲームを作りたいなと思いましたね。でも結局それをやめました。でも、まあ名前まだ使っています。使っていますね。まあでも、私はね、今の勉強していることは、まだ、ダイダルスの名前を使っていられますかな？なんか、なんていうか、サイバーセキュリティなんで？なんない。日本語で。サイバーセキュリティだけかな？ なんか、こういうことを勉強してるから、なんか、ラビリンスみたいね。守るためにって感じ。だからまだ、ダイダルズの名前をちゃんと使いたいなと思いました。ね。そんな風になりました。まあ、それと、なんか、ダイダルズの名前はかっこいいなと思いました。それだけ。そんな深い意味じゃないんですけど。ただのなんです。はい、続けましょう。ああ、勝負。はい。あ、個人。座る。反応。何でしたっけ。こんなことでしたっけ。はい。あ、数学。裁量、利用、ちょっと、最後の、下げることちょっと難しい。裁量、あ、かける。そういえば、スペンって、三方を海に囲まれてますが、地中海、大西洋、ジブラルタル海峡で合ってますか？多分あんまり覚えません。いや、ただ2つかな、ちょっと。ちょっと待ってね。どこでしたっけ？これ まあ今あんまり見えないけどね。わあ、すごく下手。
これはあのメディテラニアンでしたっけ。あ、はい、地中海ね。これはまあここはポルトガルにいますけど、ただあ大西洋けどそれだけと思います。なんかジブラルタルね、あのこれはね、あのストレッチでジブラルタルとしてなんかジブラルタルのことをなんか名前ですけど、海なんてとして呼べないかな、呼ばれていません。ちょっと調べましょうね。はい、ただね、なんていうか、つながってる、なんか二つの海ね。なんていうか、地中海と大西洋けど、なんか、名前なんか、海呼ばれていません、スペイン語で。一度見たいですな。まあ私はまだ見たことないです。あでもまあ、あただね、ただ海として呼ばれていません、スペイン語で。でもはい、そういうことがあります。あ、運河、運河、はい、運河としてかな、あしています。まあ教えてくれました、子供の頃かな。あんまり覚えませんね。なんていうか、ずっと前から地理かな、ジオグラフィーかな、あ、地理学、地理学なんか苦手なんですか、苦手なのでちょっとね、なんというか、あの英語で、take it with a grain of salt、 ちょっと調べてみたい、日本語 take it with a grain of salt、 あ、多めに見る、いや、じゃなくて、言えないかな。あ、日本の番組で、あ、水曜日、あ、水曜どうでしょうという番組があったのですが、その番組でヨーロッパを車で、はい、車で回る、あ、企画で、ゴールがスペインだった気がします。その企画は私が好きでした。ああ、なるほどね。なんかそれはちょっと面白い。なんかスペインの番組は、まあ、ちょっと似てる番組がありましたね、あ、子供の頃。なんかスペインからね、マドリッドから中国の北京かな、北京、同じ名前ですよね、はい、に行った。でも
それは歩くと車で、なんというか、大会でしたっけ？なんというか、あんまり説明できません、まだ、すみません。ただ、コンペティションというか、大会かな？そして、なんか、一番早いの組は、なんというか、なんか、名前は北京エクスプレスでした。ちょっと調べみますかな。ドイツで、宿が取れなくあ、取れなくて車で、集中泊して小声減ってみんなで喧嘩するシーンが好きで、ああですよね、もう面白そう、そういうこと、なあ、そういうことあった。まあね、ただ北京エクスプレスはね、そういうこと、スペインから中国に行った。なんか車ではなかったな、なんていうか、こういうことをね、通りでなんか他の人を車を止めてくれて、あ、ちょっとだけ連れていてかな、そういうことは必要でした。なんか次の場所へみんな行った。ちょっとあんまり説明できません。でも名前は北京エクスプレスでした、ね、まあスペインのねってこと、まあそういう感じ。なんか役のことねと思いますね、ヨーロッパから中国に。でも日本のはなんかヨーロッパの、まあなんていうかいやちょっとまずっ悔しい、本当に今の悔しい。まだ日本語勉強しないといけません。あ、もっとこういうことを説明したいですね。なんかいろんな面白いことは、なんかスペインにとか南アメリカとかカナダとかがいっぱいあるので、のにうまく説明できない、できません、まだ。なんか教えたいね、そういうこと。でもまだできません、まだできません。まあね、でも私はね、もっとヨーロッパに旅行したいです。というかいっぱいまだできないだけどですよありがとう、ありがとう。確かにね、もっと頑張らないとね、これから、まあこれから。あ、サイカさん、フォローありがとうございます、よろしくお願いします。 Thanks for the follow, appreciate it. Gracias, gracias。あ、はい、でもね、なんか中学でしたっけ、中学の先生こういうことを言いました。なんかまだ覚えています。なんか旅行をしようと
思ったら、まずはちゃんとスペインを調べてと言われましたね。なんかスペイン人として、なんかスペインだけでいろんなすごく綺麗場所とか見ないといけません場所とか、なんか料理を食べてみないといけませんとか、すごくありました。ありましたというか、まだある すいません。なんかそういうことをまだ覚えています、ちゃんと。ですので、なんか機会があったら、スペインに戻りたいです。戻りたいというか、いろんなことを行ってみたいです。でも、住む場所としてまだ知りません。まあでも、あそこにね、家族がいますので、ちゃんと、多分、よく言います。行きますね。この人生で。毎年多分、まあでもそれはそのためにちゃんと勉強しないって、ちゃんと勉強して、ちゃんと働いていて、ちゃんとお金もらって、そうしないといけませんね 数学まだ夢というか、いやー、やりたいこと多すぎ まあそう言ってもさ 言ってもさ、なんかそれよりかな、日本に行きたいです それもいろんな場所を行ってみたいです、日本にの中にね、正直 まあ練習でだけ言ってなかった、正直ね。それも なんか すっごい、いやー、頑張らないと ねえ、ちょっと違うな、あ、それ それそれ神、また仕方、翼、方法、ちょっと これとこれね、知っていますけど、順番は何でしたっけ？まずはこれかな？これ？はい、なかった。なんか読みますけど、書くときに まあ、とりあえず続きましょう あ、数、才能、皆さん、今いっぱいなんか行きたい場所とか、なんか話していましたけど、皆さんはどう？なんか行きたい場所とかありました？まあ、ね。昔ヨーロッパの王族を調べたことがありますが、ヨーロッパの王族は、
スペインもドイツもイギリスもロシアもフランスもみんな昔を たどればいやちょっと血縁関係なんですよね。ヨーロッパは面白いです。そうそうそう、まあなんか王族なんてただのなんというかただの名前じゃないです。なんというかスペイン人として私の王はただなんというか represent かな、表すちょっと示すかな、なんか世界の皆さんをスペインとしてかな、おじゃあスペインの皆さんにかな represent というか、なんかそんな力がないけど、なんかあんまり力がないんですけど、なんか存在は必要というか大事なこと、まだなんか例えばね、毎日クリスマスでスピーチなんですか、話じゃなくて演説かな、発言、なんかスペインの皆さんになんか一言言えます。なんか今年大変でしたけど、みんなの力でこういうことを超えられますって感じ。なんかそういうことをみんなは集まってて聞いて、スピーチ、演説かな、はい、ありがとう。違う、たとえそうになると、大抵ドイツから来るのが面白いです。ドイツから来る？から来るの。そうになると大抵ドイツから来る。まあドイツのことはあまり知りません。そういえば、ダルさんはドーリンゴは使ったりしないんですか？いいえ、しません。まあ、私の勉強方法説明しないといけませんかな？なんかそういう方であんまり好きじゃないです。なんか、ドーリンゴの方法はね、なんか便利で使えられます。日本語を教えています。ね、なんか、はい。朝の時におはようございますと言って、夜におやすみなさいと言って、なんでと説明しません。ですので、私はいろんなことを調べていて、私の勉強方法は決めましたね。それは、
ちゃんと文法とか発音とかあのイントネーションとかで漢字とかあの悔しいのことをちゃんと知りたいですね。なんか例えばね、漢字の話、これはただの死じゃなくて、これは日とこういうことになりました。これはね、あの侍というかジェントルマンというかね、意味があるね。なんかイントネーションのこともなんかルールとかがあるね。あの発音もね、ちゃんと全てを調べていました。あの文法のこともちゃんと、なんでそういうことを、まあこれは文法のノートなんです。なんかこんな方法で勉強のことはすごく遅いのなんですけど、なんかすごくなんというかベースなんですか、はいはい、ちょっと読めます。あの回転の途中に覚えさせる感じですかね。まあね、そういうこともまあでもドゥオリンゴを使ったりとすれば、なんかあの教えてくれる言葉を書きます。多分ね、あんまり関係ないかな。文字の意味も、はいはい、もか、はい、そう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 。より、あ、はい、基礎的、はい、なことをしっかりやりたいということですね。はい、そういうこと、そういうこと。ね、なんか全部を知りたいね、あの、基本的にね、まあ基礎的にね、基礎的にね、あのそれからなんか新しいことを学ぶして、なんか新しい学ぶしていることはちゃんと理解できます。私自身でなんか独学しているから、それやらないといけませんと覚えましたね。まあまだ思っていますね。なんか先生なんて言いません、なんか誰でも直してくれませんと、なんか考えていましたね、思いました。まあでもこの配信でいろんな人をネイティブとか助けてくれましたね。でもそんな考え方でいけません、なんか本家の人を頼りできませんと思いましたね。ですのでちゃんと全部の悔しいを調べていましたね。あ、だからなんかそういうなんかドリンゴとか方法はあんまり好きじゃない。ただね、まあそれとなんか元気の教科書知ってますか？それなんか持ってますけど、まだ作ったことないです。見て見て、こういう本ね。なんか見ての通りは、最初はね、ただ、何時ですかと言って。まあ、でもなんで？あ、それは何と時の感じ。あのですかは敬語のこと、かはあの敬語を質問をしているときに、あのかは普通のこと、ね、今はそれをちゃんとしています。例えばなんか普通の日本語で聞いたら、それは、まあ、何時、まあ何時
例えばね、まあ、お、それともなんか何時出るの？ね、のの方いいですよね。なんか何時か何時出るか、ちょっと失礼ですよね。ね、もうそういうこういう方で勉強しましたら、あ、質問の時にかちゃんと使えて、ね、それはちょっと違うなと思う。なんか別になんか他の人をドゥオリンゴとか使えたら全然なんか悪くないと思う。なんかどんな方法で他の言語を勉強のことはいいと思う。すごくいい、偉いね。でもあんまりそういう方法僕好みじゃないですね。そんな感じ。ただ会話したい、交流したいだけであればドリンゴはいいかもしれませんないけど、日本語を理解したいのであればドリンゴは適切ではないですね。まあなんというか、ドリンゴ使ったらなんか多分普通の日常の日本語を覚えられます。それはそれからもっと調べたらなんか問題ないけど、なんか私は順番が好きね。まずちゃんと文法をしていて、次ちゃんとイントネーションのことをしていて、ちゃん次なんか漢字のことをちゃんとしてて、それから新しい言葉を覚えていて、それからなんかどんな場合でどんな日本語を使えばいいかな、なんか例えば敬語とか丁寧とかなんか普通のなんかそれ、そういう順番が好き。理解しました。キロメートルアップルのキロって何、あのバって何、あっちって何って突き詰めるっていう感じですよね。はい、これを理解して自粛だからなんだかみたいな。そうそうそう、なんかでもそれはなんか私のつもり、あ、言いましたけど、なんか日本に住みたいです。それならそういうことをちゃんと理解でき、理解しないといけませんね。できないとかないけませんな。まあそういうこと、そういうことを僕は思いますね。ただの僕の意見です。それだけです。なんか悪いことじゃないです。ただ僕好みじゃない。他の人をちゃんと使えた、使えて普通の日本語を覚えて、覚えていて、それからあなんかいっぱい言語、言語交換とかしていて、なんかすごくうまくになりましたね。そういうこともあるけど、それは私の方法じゃないって感じね。なんか そんなこと、悪い、いや、なんか悪い方法なんて言っていませんね。なんかこれは私の方法はすごく便利の逆すごく遅い。4年間って何にも日本語で言えなかった、言えませんでした。ただ今ちょっとだけ会話できます。でもまだすごく下手なんです。でもいつか私はちゃんと日本で住むできることになります、まあと思いたいですね。信じますでもただね、どんな方法でも努力があれば誰でもできます。まあ努力だけじゃない、なんか
そういう言語を好きじゃないなら意味がないです。本当に。私はね、日本語は大好きので、ちゃんと勉強できます。ちゃんと努力できます。努力というか、なんか、ま、足りませんと思いますけど、まあ、とりあえずこれしかできません。まあ、もっと勉強できますけど、していません。まあね、夏でもっと頑張りたいです。まあでも考えたら、今のことをちゃんと伝えられましたね。日本語で。信じられません。ね、まだ。神。はい。正直。数。数学。おとり、たくさん、あ、勝利、あ、なんだっけ、食材、そう、まあね、それ今さっきの話はね、なんか日本語を勉強しようと決めた前に、なんか英語はなんというか、どんな方で学びましたかと考えました。それはね、なんか子供の頃からなんか文法とかいっぱい教えてくれました。なんかいろんな何年間でもね、そういう勉強をしまして、結局ネイティブといっぱい話してましたね。と、でもその時はそういう勉強のおかげで直感がありました。ですので、そういうふうしようかな。だから、こういう勉強はすごく中学生みたいですよね。ただいっぱい漢字書くと、文法を全部覚えてことって感じ。でも、今は大人ですので、なんかさっきよりすごく早いと思います。でも、それしても、日本語はバカ難しいなんです。ですので、さっきより早いでも、まだね、多分他の15年間勉強していますかな。でも PC とかツールを使うより手で書いた方がよく覚えますよね。はいはいはい。それとなんか書いたいです。面白いと思います。なんかメモで時々書きます。日本語で見て、なんか日本語で何ですか、これは毎日ちょっとだけ日本語で考えようと思います。その時になんか言えないことをこのメモに書きたいです。あと、これは move on、 後でみんなに
てますかな。で、学習の楽しい、そうですよね。まあ、それとも、なんか、この本ね、あの、漢字の覚え方の本のおかげで、楽しくなりました。強く。なんか、いっぱい、小さな話を作って、絵描きを見て、かな。そういうことを、なんか、すごく面白い話、今まで作った。まあ、あの、僕にとってね。面白い、すごく面白い。正直。なんか、これはあんまり関係ないんですけど、今、思いましたというか考えていました。なんか日本語の勉強は楽しいと思いますけど、特になんか過去に全然読めなかった漢字とかがあれば、でも今をちゃんと読めます時にね、となんか気づいてる時にすごく嬉しいというか、やったって感じ、読める読めるって感じ。そういう、なんていうか、小さな勝利と呼ばれます。と呼んでいます。そういうこと、たまらない、たまりません。もっともっと、さらに楽しくなりますね。そうそうそう。なんか今日は、あの字幕なしでアニメ見ようと決めました。何ですか、晩ご飯食べながら、あのドラドラ、字幕なし、いや、ドラドラは字幕なしで見ていました。意外と大体わかりました。なんか時々、あ、これはあんまり知りませんけど、なんか文脈で、ああ、こんな感じでと思いました。トラドラ。まあ、ねえねえ。あの、見たことありますので、なんか、3回かな？今までね。だから、何言っていること、まあまあ、知ってるかな？好きなんです。アニメ見てから、あ、小説？小説を読んでました。ラノベでしたっけ？小説でしたっけ？ラノベでしたっけ？なんか、ライトノベル。ノベル。まあ、じゃないですか？あ、料理。オタクらしいかな？今から仕事行ってきます。日本語勉強頑張ってね。はい、ありがとうございます。見に来てくれて。それと、いってらっしゃい。頑張ってね、仕事。はい、ありがとうございます。お気をつけて、そうそうそう。あのね、あの、そういうことを、日本語のことね、すごく好きです。なんか、行ってきます。いってらっしゃい。ただいま、お帰りいただきます。ごちそうさま、ごちそうさま。そういうことをすごく好きです。ね、毎日、そういう小さなことを、なんか、すごくいいなと思います。
あ、すごい。まあ、それも思います。普通。カス。ああ。好きこそものの上手くなれ、上手になるということは朝もありますからね。ああ、好きこそものの上手になれということは朝もありますね。そうですか。あ、いいね。好きです、そういう言葉。言葉というかそういうこと、一言じゃなくてわさね、ことわさ、あ、ことわさ、ことわさ、それそれそれ。ことわさ、なんかこれもね、隣の何々覚え方を忘れました。はい、これ好き、それもまだ覚えられませんけど、なんかこういうことを見つけることは好きです。ああ、あ、時計。なんか今はね、多分今まで日本語の勉強のことを一番楽しい時にかな。なんかまだいっぱい言えませんこと、いや言えないことを、聞き取れないこと、分かれないこと、いっぱいがありますけど、なんか楽しみしてますから。で、なんとなく私の言いたいことを伝えられます。大体ね、まあ大体というか半分。危険を知りました。まあね、まあ多分ただすごくご機嫌でしたっけ、最近ご機嫌でした。はい、ご機嫌。ああ、はい、危険。はいはいはい、材料、材料、食材、数学。ちなみにあんまり関係ないんですけど、たぬきさん、ガンプラどうでしたか？なんか昨日ね、なんか夜なんか寝る前間にちょっと見ていました。なんで書けませんでした。あ料理、あら、全然進んでないです。あ、難しいですよね。なんか今までは私こういうことを作りました。
¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí estamos estudiando japonés. A mí mismo estoy hablando así un poco con un nativo, así que voy cambiando. ¿Cuál es el coto? Christmas de tsukurimashita. ¿Ne? これはちょっとガンプラみたいでした。今までやったことないでした。でもすごく楽しかった。6万 X、 RTA、 6万 X の RTA やったことあります。Para ti es muy difícil, no estoy a tener mucho progreso. Mucho progreso que en el japonés. Tú también estás estudiando. ¿Cómo vas? Sí, no, hasta que te pregunte. Aquí, como ves, estudio todos los días. Me siento aunque sea una hora o dos. Y últimamente se han estado apareciendo un poquito más de nativos. Así que eso es como un buen momento para practicar y todo, ¿sabes? Así que ahora, como ves, estoy enseñando mi figurita, y que es como un gunpla casi. Y, ¿no? Y hablando de eso. Entonces, dale. Todo eso. Suerte. Gracias, gracias. Venga. Sonó. Venga. この6万を作ったときに、ガンプラを作ること、どんな難しいとちゃんと分かっていました。これはすごく下手なんですけど、完成ときにすごく誇りありましたというか、楽しかったです。ああ、チルラ。私は、組み方ガンプラは、ツイッターのコメントに、記録しています。なるほどね。達成感ですよね。達成感。いいな。でも難しい。多分、おっさんになった時に、そういうことをよくありますかな。おっさんじゃないでもいいかな。ただ、今ね、おっさん。そういうイメージがある。ゆっくり。すごくゆっくり。して、ただのんびりね。あんまりやらないきゃことがないときにね、ちゃんと時間を過ごせます。過ごす。ね。って感じ。でもそういう ガンプラはおっさんのことを全然覚えませんね。ただ、それ私の想像です。ね。このじ、ガンプラの、対象年齢は8歳。ちゃんと 分かってます。それはただの私の 今、そういう、patience? タコボトお願い。なんで?我慢かな?辛抱、忍耐、根気がないかな、今。ゆっくりしろ。
なんか今は、日本語もっともっともっと勉強したい、ゲームもっともっとやりたい、友達になんかビール飲みたいって感じ。そんな感じかな、今。もともとガンプラというのも、だいぶ古いアニメのロボットなので、おっさんたちが、懐かしいと、時間が飽き始めたことで手出したりしてる部分はありますね。子供の頃より不思議。もう、豊富ですし、ですよね。なんか私はね、ゲッターローブを作りたいです。マシンガーも。なんか私のお父さんはマシンガーセットでしたっけのことを教えてくれました。教えてましたね。それと友達とゲッターロボのアニメ見ました。そうそう。それは古いって感じですよね。ちょっと。スーパーロボットと言われるやつですね。そうそうそう。まあね。あ、ちょっと。勝負。まあでも、なんか問題は、一番の問題は、今は、なんていうか、英語でこういうことをよく言われます。あ、貧乏の大学生なんです。それだけです。お金がない。ただ勉強してます。って感じ。まあまあ夏でちゃんとバイト探そうと決めましたけど とりあえず 何にもがない。なんか留学のことをしてたらすごく高い、高すぎ、痛いほど高い。ああ、クレアさん、いらっしゃい。いらっしゃい。元気ですか？まあでも、すごく頑張った母さんに、すごく感謝してます。僕のために、いや、これは平和のこと。すごく働きました。すごく僕はお世話になりましたかな。そんなこと、まあまあまあ、もうない変えようね。 あ、なんで書いてないか。ああ、じゃあ、あれ、あ、かす。はい、終わりました。次、漢字なし。あ、それとおはようございます、ひろさん。まだおは、はい、まだおはよう。あ、偶然、あ、チャンスフォートゥリー、コインシデンス、イエー。繰り返す。繰り返すね。噂。足つこい。おはよう。ああ、きさ。あ、落ち込む。ああ、チタン。チタン。あ、いたずら。なんか
運命のいたずらって感じ、すごくアニメらしいけど、なんかそういうことをよく覚えてますかな。どこから聞きました、全然思いませんけど、そういうこと覚えられます。まあそれと、あ、曲かな、それから聞きましたか。まあいっか。ああ怖がる、あ、just scared, right, be afraid kind of thing, yeah. あ、作品、work and stuff, right? I mean, I seen like a book, a film, a manga, something that's been worked on. Yeah, work there. Ah, yakishu. Grow up. Shimasuka, shinai, shimasen ka. Yeah. Shoka, shinai ka.考えていました。あ、衣装、あ、役者、アクター、アクトレス、気が進まない、unwilling, reluctant, not inclined, yeah, origin, just master kind of thing, lord, yeah. あ、直感、あ、無用、あ、はい、これしましょう。すごい persistent, not in a good way, insistent, obstinate, yeah. あ、尊重かな、尊敬かな、まあ、二つは英語の respect、 多分時短、あ、単語、あ、尊敬、いたずら、あ、プランク、just a prank, bro, ミスチーフ、いや、あ、訓練、いや、訓練じゃなくて訓練、訓練、あ、トレーニング、ドリル、ディスプリン、や、あ、気が進まないって感じ、かなり、quite a bit considerable for, yeah. 役習、a counter attack. 一生、whole life, right? Lifetime. 役者。ちょっと聞きたい。役者。ああ。役者って感じ？役者かな？報告、あ、report、yeah. 役者、そう、なんかちゃんと言いたいです、なんか発音とイントネーションと、なん、報告、知らせつける、そう、激しい、violent、 報告、そう、なんか、なん、よく聞きましたかな、なんか思った以上聞いたことはあります、報告、ですので、覚
覚えています。今、honest frank about like one's feelings. So no. 直感 まあこれもちょっと話してましたね。直感のこと、感覚のこと。あ、喫茶、あ、カフェ、ティーハウス、あ、釣り、フィッシング。私も勉強になりましたね。直感、それならよかったです。社会人、あ、yeah, working adult and stuff。 なんか他の人はまた僕の配信で何なんか勉強できましたら嬉しいと思います。ね、そういうこと。なんか今あんまり最近でね、あの僕のせいでそういうことをあんまりできませんかな。なんか配信の時間は悪いと思います。今はなんかヨーロッパの皆さん全然見えません。日本の皆さんは朝なんです。これから仕事行かないといけませんって感じ。あのアメリカにはすごく遅いです。なんかもう寝ますって感じ。すごく悪いと思いますけど、なんか1ヶ月目かな、2ヶ月目、あの朝配信よくありました。その時にね、いっぱい人を見てた、あの時々、ああ勉強になりました、ありがとうって感じ言われました。時々ね、すごく嬉しかった。でも今はね、大学のせいでこんなことになりました。悔しい。まあ大学のせいだけじゃないんですけど、僕もね、朝でちゃんと早起きしないと。いや、3日ごとに変わる。いや、3日、いや3日、はい、ごとに変わる交代制シフトなので、すごい不定期なんですけど。あー、なるほどね、なるほど。おかげで見れてる。なるほどね。まあ、まあ、いつも見て見に来てくれてありがとうね。あ、手がかり、手がかり。まあ今までそういうことはやりたいなと思いましたね。まあ子供の頃、ずっと前から私は夜人間かな。そういうこと日本語でおかしいですよね。ただ起きていることをすごく楽できますというか、なんか5時前のことはすごく楽なんです。どんな疲れても問題ないって感じ。だからなんというか、朝に早く起きることをちょっと前から苦手なんですね。なので、あの日によっては見れなかったりするかな。まあね、なんかみんなは生活があるちゃんと分かっています。
他の人は僕の配信を見る期待なんてが全然ない。誰か見ていることだけ、それだけはびっくりしてます。これはただ漢字書いてます。ただ言葉を言ってます。手がかり、権利、権利。ね、それはあんまり面白くないね。今の人間。違い逆転。まあね、でも、どっちでもいいかな。最近は、そういうこと、すごく、コントロールできますかな。どんな時に寝たいか、すごく、切られますかな。いや、切られますね。決められます。ってになりました。切られることになりました。それそれ。ちょっとコーヒーがあれば、パソコンがあれば、問題ない って感じ。生活できれば、いつのところ、どちらでもいいければ、猫は浴びた方がいいのはいい。まあね。まあ私は、僕は、私、僕、どっちでも。まあできれば、ただ、普通の生活したいな、欲しいです。ただ、8時起きる、23時寝るって感じかな。でも今ね、宿題はいっぱい終わらないといけません。宿題があるので、もうすぐいっぱい難しい試験があるので、今はね、あんまり寝ていません。夜はね、コーヒーで勉強しています。まあでもそれは私のせいなんです。もっと過去のことを勉強とか宿題することかできましたけど、やれませんでした。まあいろいろありましたね、個人的に。けど、それはただの言い訳なんです。結局、今の状態はただ私のせいなんです。今ね、日本語のことをすごく頑張っていますけど、大学のことをそんなやる気がないです。まあ今。落ち込んでるわけじゃないです。ね。ただ、なんというか、あんまり説明できません。どんな言語でも、スペイン語でも、英語でも、日本語でもね、ちょっと微妙な感じ。学校の勉強、宿題の中心？いや、な、あ、中身は、社会に出て有効活用できるかというと、いたわしいですか。
なるほどね、そう。まあでもそれは多分僕は今1年生なんですからね。なんか多分、あ、これはしつこい。3年生かな？ 4 年生の時に、なんかもっと、あ、これは仕事をしてる時に、これはすごく必要なことです。ね、って感じかな。その時もっとやる気が出るかな。免許の仕方は、なんか問題に付き合った時どういう課題をクリアすればその問題をクリアできるのかという計画と対策を取る、実力をつけることができますね。ですよね。ちょっと 読んで直しています。ちょっとなんかね。はい、まあね、確かにそういうこと、そういう勉強もっとやりたいな、多分。まあでも今の勉強してますこと、大事とちゃんとしてますけど、つまらないわけじゃないんです。なんか微妙 でもはい、なんか3年生時になんかインターンシップできる。だからその時多分もっとやる気出ますかな。よく会社に出て学校の勉強が何に役に立つんだと思ってる人は少ないから。いるんですが、本質を理解すればこういうところだと思うんですよね。あ、ごめん ごめん なんか本質を理解すればこういうところだと思うんですよね。はい。そんな、まあなんというか、目的、目標のために何をする勉強、どういう問題、課題があるか。ちょっと ごめんなさいね、ちょっと。
よく分かりたいので、なんかゆっくり読んでいます、考えています。あ、ここではこれをレールをして、押してくれている感じでしょうか。そうですよね。なんか、いや、伝わりにくいかなと思うんですけど、まあなんとなく、なんか何言いたい、何が言いたい分かっています。うん、僕の友達そういうことを言いました。なんかアドバイスなんですか。あげました。いや、くれました、くれました。なんか、学校のことは、そんな、なんていうか、いいことじゃないんですけど、今、社会は、なんか、そういう、社会なんか、大学に行って期待があります。なんか、なんていうか。タイトルのは一番。でも、問題の向かい方かな。あんまり。ですので、アドバイスをくれたは、なんか、大学以外もっと、勉強して方がいいと思う。その勉強は、なんか、問題とか探して、なんかインターネットで、いろんな問題があって、なんというか、その問題のことはちゃんと考えないといけません。これは、こういう教えてくれた方法を使わないといけませんって感じじゃないです。ちゃんと考えて、何のために、なんか目標は何ねって感じ、ちゃんと考えて、なんかそういうことを多分、なんか3年生4年生の時に、なんかそういう問題あるかなと思う、この大学だけど、でもですけど、今はちょっとないね。でも基本は大事としてますけど、なんか集中できないというか、なんというか、はい、やる気でないかな。なんか時々はね、私はただの物草しか思いません。なんか今ね、まあこういう配信でちょっとだけ、なんかだ、好きならちゃんと努力できます。まあこの配信でちゃんと伝えられますのかなね、と思いたいんですけど、ちょっとね、まあ他人、他の人じゃなくて他人から、与えられた目標課題だからっていうのもありそう。それは勉強はできないわけじゃなくて、含みがないっていうところですよね。まあね、多分かな。よし、すみません。なんか今まで将来のことを
ないっていうか、それかな、多分。まあね、なんか今まで将来のことをよく考えていました。なんか大学1年生と言いましたけど、今はね、あの22歳です。もう4年間遅いです。それちゃんと知っています。ちゃんと分かっています。やらないといけないっていうのは分かっているけど、そうそうそう、分かっているけど、頭の中すごく考えていて、理解できて、なんか理屈ちゃんとしていてけど、なんかあの勉強やらないと瞬間に何が止めていますかな。でも若いな、いいね。まなんかそういうことを家族よく言われました。まだ若い、大丈夫、4年間なんてそれは何でもない、まだ一生がありますって言われましたね。まだ若い、気にしないでと言われましたけど、気にしちゃうね、しょうがないな、仕方ないね。まあでもなんか、まあいや、悩むのは仕方ないね、ですよね。人間は悩む生き物ですから、そうそうそう。まあね、そういうまあこれはすごく暗いというか重いというかでも私はこの4年間の間に、なんというか、ただあの人生の意味を探している時はありましたって感じ。なんかあんまり言いたくないんですけど、なんかそれあった、ありましたね。先を聞いてる人はその経験があるから簡単にいるってやって、ダルさん自身は大丈夫と楽観的に見れないと思います。ありがとう。ありがとうございます。まあでもなんか今ね、目標がある。なんか最初はね、あの日本語の勉強の最初に、なんかただ日本に行ってみたいなと言ったけど、なんか今はちゃんと言っています。日本に住みたいね。なんかその目標でもっと今ね、大学のことをもっと頑張れますけど、ちょっと遅いかな。なんかでもまだ大丈夫。なんかあんまり寝てませんけど、ちゃんと宿題を終わっている、ちゃんとテストのことを勉強している。なんかでもそれは友達の優しさのおかげで、本当に今助けられたから、なんか来年本当にやらないといけません。あ、両立できてる。
両立。なるほどね。こういう話、日本語ね、ちょっと信じられないことです、今。情けを、情けは人のためならず。その思いやりはいつか自分に返ってくる。なるほどね。なるほどね。情けな人のためならず。面白いというか、いいこと。誰かを思っていこう行動などは決してその人ためだけのものではないといった感じですかね。ですよね。いたすら。なんか、そういうことをよく考えたね、今まで。なんていうか、優しさの意味ちょっと考えていました。それも、なんか、例えばね、ちょっと違うの話かもしれませんけど、例えば誰かは私のために何言ったらすみませんか、ごめんな、いやありがとう、何が言うべきって感じ。なんかそういう人は私のためだけじゃしてるわけじゃない、してくれるわけじゃないと思う。なんかね、ありがとうと言ったら二つは喜ぶですよね。なんか何かやってくれた、本当にありがとうの気持ちがある。他の人はそのすごく喜んでるは、なんか喜んでる、それその人もね、二つって感じで。もうごめんと言ったらなんか迷惑としてって感じ。なんか、なんていうか、あんまりいいことじゃないと思うって感じになるね。難しい。ああ、こういう話、日本語で難しい。すみません。でも、ただ、他の人のために何かすることは、どんないいことをしてる。だからもっとそういうことをやりたい。なんか他のために生きてるわけじゃない。他のために何かするときにそういうことは私に意味があるというかねって感じ。助けとなるか、おせっかい
どうなるかというところ、そう。これは、なかなか難しい。そうそうそう。まあ、ただね、さっきのお話に戻ること、他の人は、こういうところ、今度、すごく助けてくれたや。来年はね、そういうことを答えるためにもっと頑張れると思う。今誰かを助けたいというより、誰かの役に立てたいという気持ちとか、そう、あなたには助けてあげてではなく、自分がそうしたかったから言ったという気持ち、そう。なんかそれを私も思う。それとなんか他の人のこと、それを考えたいというか。あ、したくない。人の優しさを信じたいって感じ。誰かのために関係ない、いいことをやったって感じ。なんで私なんか時間の話になっちゃった。まあね、なんか今あんまり言っていないけど、なんか日本語の勉強してる理由は、その一つはそれ、なんかもっと人の気持ちを分かりたいというか、なんか日本の文化のことはね、なんかアメリカとかヨーロッパとか比べたら、価値観というか考え方とかすごく違いますね。まあそんなすごくじゃない、でも違いますね。なんかとあるというか、文化の違いがあるからですね。はい。それなら私は日本の文化のことを理解できましたら、なんか人としてすごく成長できますと思いますって感じね。それもある。なんか日本に住みたいって感じは、ただのなんか他の人は、ああ彼はただのオタクね、なんか日本のアニメ好きとかだからそこに行きたいけど、それわけじゃない、全然興味のは、あの文化、人の扱い方って感じで、も文化が違っても多くの人がいるから、同じ文化でも、異なる思考の人がいるのも事実。そう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 、それもちゃんと知ってます。なんかあのチリに住んでいた時にそれをよく理解できました。いろんな人を出会った。なんかスペイン人に嫌われた人ありましたけど、すごく優しい人もありましたって感じ。それをよく知っています。分かっています。
同じ文化の中でも人を助けようとする人もいれば、人を騙す自分が、になろうとする人もいます。残念ながらけどそれは事実なんですね。価値観の問題ではあるんでしょうけどね、真実は複数あるけれど実は一つ。真実は人の数ほどある。真実には習慣が入っているからですね。うん、ですよね。一生、whole life。ですよね。ただね、なんか いっぱい人にと出会いたいって感じ。ただで、日本のことすごく興味がありますから、あるので便利というか、私から見た、特に他人から見た、という実は一つなのに、自分と何でしたっけ、他人からの見えは真実で異なるんですよね。ですよね。一生まあ なんていうか、何言いたいか、なんか僕はね、なんていうか、なんというか、英語でも言えませんって感じね、今。ただ、他人、まあ他の人かな、分けりたいかな。なんかこういう世界でなんか全然気が合わない人があると多分ありますけど、なんかコモングラウンドというか、ああこれかな、見つけたいな、かな、そんな感じ今。まあね、どうしてこういう話になっちゃった。複数の真実を理解できるようになれば、他人の気持ちも察しやすくなったりしますね。
そうそうそう、人の差し。でも、完全に理解するのはとても難しい。まあ、完全に理解はちょっと無理ね。でも、なんか、なんていうか、そんな風になりたいかな。なんか他の人の気持ちをちゃんと考えて。って感じ。まあ。今は、ちょっと。なんかあんまり話したくないけど、ただ簡単でかな言います。なんか日本語をちゃんと分かりませんかので、から分からなかったので、誰かを傷つけちゃった。傷ついちゃったね、後悔というか、それやったかな。気づけちゃった、それ。この BGM もどこかで聞いたことあるかな。プロフェッサー・レイドン、これ、こういうゲームから、なんか謎とか好きです。レントン教授、そう教授、そう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 、やったことないんだよね。プロフェッサー・レイトンか、そうそうそう、やったことないんだよね。まあ私は子供の頃から好きです、こういうこと。なんか配信でやったことあります。まだアーカイブが残ってます。面白かった。まあね、しつこい。いや、プシステン。いたずら。いや、プラグミスチーフ、直感、インテーション、ティング、ケネディ。Yeah, right privilege, Kennedy. 繰り返す。Do all over again, repeat. 噂。Rumor. 傷つく。傷つけるね。責める。Blame or attack, depending. 危険。違和感。激しい。尊敬。Respect。社会人。と、権利。Right. なんか、今はね、ちょっと、言いたいことを全部言えなかった。私の下手日本語のせいで。でも、いつかこういう話もう一度やりたい。
なんかもっと日本語のことをうまくになったらもう一度。エルさんは共感しないかもしれないけど、過去の悩み中を理解し、同じ鉄を踏まないとように努力しているのは素晴らしいとだと思います。これは私相場の位置ですけど。まあ、ありがとう。ありがとうございます。ああ、いろんなことをちゃんと頑張らないといけませんね。大学でも、日本語でも、人間としてでも。まあでもいい話でした。ありがとう。ありがとうございます。あ、こういう時々ね、たまにこういう話は大事と思います。ね。こういうことをちゃんとたまに考えないといけませんね。ありがとう。まあね、今日は月曜日ですよね。はい。まあでも日本にまだもう火曜日ですよね。はい。なんか多分今日の配信を終わろうと思います。ね。なんかそんなに勉強しませんでしたけど、なんかそれでも学びました。勉強になりましたね、いろんな意味で。ですので、よかった。勉強とどこさすあらせだ滞らせて申し訳ない。 いや、大丈夫大丈夫大丈夫、問題ない。なんか話なんていうか、勉強とかはいいけど、なんか本当に日本語のことをうまくになりたいなら、というか流暢になりたいならネイティブと話さないといけませんですよね。ね。なんか、単語なんて。まあ、単語の勉強は好きなんですけど、こんな方がいいと思う。ね。ですので、ありがとうございます。はい、ちょっと終わりましょうね、配信。はい、ということで、見に来てくれてありがとうございます。いい話でした。ありがとう。ね。まあ、それだけです。なんか言いたいことを全部言いましたね。かな。ああ、まあ、そう。ただ、宿題を戻ろう。ちゃんと話すよね。ちょっ
疲れ様です。ありがとうございます。疲れ様でした。Alright, I'm gonna end the stream. I don't even know if there's anyone listening English here. Good night. Thank you. That's me. いい夢をって感じ。なるほど。ありがとう。ということで。ありがとう。はい。Yeah, I don't even know if anyone is watching in English or not, but yeah, thanks. Thank you for watching. Have a good one. はい、またね。バイバイ。ありがとう。